アイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回ね、フェスイベントということで、フェスといったらアイドルということで、夜遊びのアイドルをですね、ヘビーローテーションで今日は一日聴きながらプニプニやってきました。来ましたね、妖怪三国志キャラの大復刻&出現率超アップ来ました。しかも 30% オフということで、今回ですね、これはおそらくラストチャンスとなるんじゃないかと思います。っていうのもですね、僕はですね、妖怪三国志結構ガチでやっていますけども、ディレクターズレター来ています。実はですね、2023年9月28日をもってサービスを終了させていただくことになりましたということで、そうなんです、もうすぐサービス終わってしまうんですよ。なんとですね、もう5年も続いたアプリなんですけども、まあしょうがない、いろいろ事情があるということで、でですね、8月中旬からですね、グランドフィナーレということで、これまで応援してくださった皆様への感謝も込めまして、最後に盛り上がっていただけるような施策をですね、検討中ということなんで、おそらくですね、ガチャの大開放があるんじゃないかなと思います。妖怪ウォッチプニプニの海外版がですね、サービス終了するときにもガチャの大開放があったんですよ。もう全部トリプルゼータっていうかね、全部最高ランクのキャラがもう出まくる、ガチャ回しまくっていいよみたいなのがね、まあ、最後あったわけなんで、おそらくこの妖怪三国志もそれに近いようなものが来るんじゃないかと思います。っていうかですね、もうすでにですね、半分ガチャの大開放来てるわけなんですけども、はい、今回復刻中のキャラはトリプルゼータがレイセンジャーカイラー、そして太鼓坊ジロー君3体ということで、あとはダブルゼータキャラが何体か復刻で来ています。なのでこれね、全て使えるキャラばかりなので、持っていない人はね、ワンチャン狙うといいかと思います。僕はですね、レイセンジャーカイラー持っています。すでに10凸まで行っています。そして太鼓坊は3凸ですね、これも使えるキャラ。そしてジロー君プラス8凸ということで持ってます。あとはダブルゼータキャラはダッキー、こちらもね、今回復刻してます。これもね、非常に使えるキャラで、スキルがですね、勇ましからのダメージを減らすっていうね、ちょっとスペシャルな癖があるスキルがあります。あとはですね、実は僕持ってないんですよ。なので今日はですね、持っていないダブルゼータのキャラたくさん復刻してるんで、この辺りをね、狙っていこうかなと思います。それではガチャ回していきたいなと思います。10連いきます。当たり前じゃないですか、3150ポイントなんで回しやすい。だから最近プリプリ始めた方で、もうとにかくね、どんなキャラでもいいんで、もうベースアップ、戦力を上げたいっていう人は今回すといいんじゃないかと思います。さあ、ここは昇天して持っていないダブルゼータキャラ。でもこの確率だったらさ、出るっしょ。出るでしょ、いきます。お願いします。おっと、昇天当たり前じゃないですか。しかも、虹カプ一つ。これはですね、もう止まれば僕の持っていないキャラが確実に出るということで、まあ、仮に持っているキャラとしてもトリプルゼータなんで、使えるキャラばっかなんで、これはですね、限界突破ありかなと思います。これで 30% オフは結構サービスかなと思います。しかも他の何気にこの SSS ラグもね、いいキャラが出ています。妖怪三国志、もうほんとね、5年間プニプニともね、何回もコラボやってきましたけども、いよいよ終わってしまうのか、なんか終わっちゃうって言うとなんか惜しいんだよね。さあさあ止まってほしい。おっしゃ、ドットーと、ここからサクッとジローくん来たね。ジローくんむっちゃ使えるんですよ。もうトリプルゼータだからね。ちょっと待って待って、ちょっとさ、今回のイベント俺神引きしまくりじゃね。これは今までね、トリプルゼータのね、このイヤシャエンマ引きの、そして追加でアースウォーカーも引きの、シカも結構神引きで引いてるんで、ちょっとマジか、10周年やべえな。おっと、さあでも虹カップもあるからね、本命あるよね。さあ来てほしい。おっしゃ、
さあここは止まって新キャラ来てほしいね。さあ何気にやっぱりねコキビとか使えるキャラなんだけど、確かねこれ追加途中追加のキャラで来たんで、やっぱりねなかなか聞きづらいというかね出せなかったキャラ。いきます。さあ止まってほしい。よいしょ。ああ来たー。マジか、ここで来るか。ラスちゃん恐ろしい。あっとキュービー来ました。ダブルゼータ、大剣士キュービー純育来ましたね。なんかこの尻尾のあたりがいいじゃないですか。三国志キャラってさ何気にさかっこよかったりするんだよね。キャラデザ結構ね凝ってるんですよ。だからなんで結構ね妖怪三国志もさそんなに言っても売り上げ悪くないんだけども、まあ光栄テクノゲームズの方針のせいか、まあやっぱりどうなんでしょうね。もっとね売り上げが低いゲームなんて山ほどあるんだけども、まあ残念ながらサービス終了の決断をしたということで、まあでも5年続いたっていうことはね結構すごいことかなと思います。まあよく頑張ったよね、いろいろね。さあ来たぜ。これはちょっとね育成して使いたい大剣士キュービー純育と、しかもトリプルゼータ何気に二郎くん引いてるしねどうなんだろう。今回のガチャはね結構たくさんの方が回されたんじゃないかなと思います。さあ皆さんはですね何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。ちょっとこのキャラ何なんだろうね。ちょっと全消し&ボーナス玉を作るでかいやつです。2個ということで、そして G までもちろん打てます。そしてスキルが自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる、いいんじゃないですか。これ習慣に使えるよね。スキル2がこれ持ってたかな。やべえ、スキル2の章持ってるわ。マジか、こんなとこで活躍するとは。ちょっと頑張っておいてよかったです。スキル2は何なんだろう。来ましたね。自分のデカプニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まる、いいんじゃないですか。これはちょっと一気に強キャラゲットですよ。ちょっとねイベントまだまだ走ります。それではですねイベント攻略やっていきます。さあ紅白蝶にゃんぼ選抜総選挙の行方はどうなるのか。さあお宝集め、なんとかね残り3色まで来たんで横取り仕掛けていきます。今ですね優勝回数の方は1000回をちょうど超えたところということで、前回全体ランキングはやばいよね。さあ横取りチケットをゲットしました。これを使っていきます。なんとか無課金でコンプリートしたいところ。さあ不思議族、さあセンター勝ちを狙っていきます。さあ今回横取りどうなんですかね。マッチング次第のところはあるんですけども、さあ特殊能力発動しました。さあ行ったか行ったか、行きましたね。さあなんとか勝つことができました。さあまずは1ページ、さあ残り2ページということで、さあ次薄ら影いきます。さあ勇まし豪傑狙い、まあ横取りする順番としてはね勇まし豪傑狙いを残すような感じでいきました。さあセンター勇ましどうなの。お、勇ましっぱ来ましたね。だから今回周回がね王族もしくは勇ましプリチが多いんで、まあそこをね狙っていきます。さあ来ましたね。さあ来たぜ来たぜ。さあ残り1ページ。さあ必殺 G の秘伝書のお宝不気味族、さあ勇まし豪傑狙い勇まし、さあこれはいったか。
さあ不気味っぱで、さあチャンスタイム、不気味強さアップからの特殊能力、さああとは相性勝ち、センター勝ち、よっしゃ来ましたね。さあこれで、さあなんとか必殺 G の秘伝書のお宝集めきることができました。やっとここまで来たぜ。